はい、どうもハルパパです。今日もですねクラッシュバイブブお送りさせていただこうと思います。はい、今日はですねこちらヌルさんのリプライでございます。こちら、デッキがですね、ちょっとこれ面白いですよね。海外系にこう通用するあるある的な感じらしいです。はい、まあ、最高トロフィー3770とね非常に高い方なんですけど、こちらのなんていうのかな、アナスピスピなんか変な感じですけど、はい、こちらご覧ください。これがね強いらしい。やっぱね、なんつうのこのこれの平均コストがですね 2.6 なんですよ。それがやっぱね強いあれなんのかな。やっぱ3キルとねかなりの高回転になりますよね。そのなんつうのファイアースピリットは火力で結構強いじゃないですか。コスト2の割にね、バーバリアンとか瞬時計するんじゃないですか。瞬時計っていうかちょっと残るけども、でアイスピリットはこのようにガーゴイルを2秒凍らせてこうミニペッカをこう届かせる役目にもなりますよね。さあミニペッカのねスピスピも強いと。さあそしてこちらインフェルノタワーですね。これやっぱりインフェルノタワーってこう皆さんご存知のようにこうじわりじわりとこうダメージ上がっていくじゃないですか。これ非常に強いですよね。さあここで穴掘り師スケルトンですね。これスケルトンのもう嬉しそうですね。このものなんか使ってもらえてありがとうみたいなわーいっつってますよねスケルトンそして右からプリンセスがやってきた。これもねかなりねこう今の手持ちのデッキもねこうなんていうのコストの軽いものだらけですよね。これでこのねラバガゴを防いでしまうんだからすごいことですよね。さあこれ2秒フリーズ、これもバルーンには致命的ですよね。さあこれガーゴイルはスケルトンでかわすと。いや非常にうまいですね。俺もこのデッキ使おうかな俺やっぱこれでもこれ相当さやっぱりその PS っつうやつ、プレイスキルめっちゃ必要ですよねこれ。無理だわこれ俺はでもまあ強いですよねこれ。さあこれもう左はね落としたようなものなのでまあねほっといて右側を攻めるような形でしょうか。さあこれガーゴイルで防ぎつつ穴掘りしと、この辺もねきっちりこう防衛からの攻撃と転じてるという形なんですけれども、さあここであの雨でやられてしまう。さあこれミニペッカとこうファイアースピリット、このコンビもねこれかなり強いですよね。ここで雑魚処理をしつつつこうワンパンみたいなね、これも強いよな。そしてここでザップかな、ザップかましいの。さあここで何を出すのか、これ強いんすかねこのなんつうの穴掘りしスケルトン。たださこのスケルトンって結構舐められがちじゃないですか。なんかほっといてもいいかなって、だからそういう時にすごい便利かなと思いますね。そういう時に便利どういう時だわかんないですけども、なんかそういうのあるじゃないですか。なんかスケルトンだったら とりあえずほっとくかみたいな、そういうのあるんですけど、なんかそのすごく穴掘りできっちりターゲットを取ってスケルトンを機能させていくと、まあね、コスト1とは思えない機能の仕方ですよねこの方が使うと。さあこれミニペッカ出てくる、そしてアイスピリットで止めてファイアースピリット、このねスピスピのコンビが非常に強力だ。さあここで、さあここでガーゴイルの群れもファイアースピリットにはかなわない。さあ左側も落としましたねこれで、ね、いやこれはすごいな、これ使おう俺もね、ほんと使った方がいいですよこれ、めっちゃ強いなこれ。っていうか穴掘り師みんなねゲットした方がいいですねこれね。いやーこれ2コスト 2.6 なので、ちょっとこれ僕も次回ちょっとトロ上げ動画なんかでやってみようかなと思います。はい、というわけで今回ですねヌルさんの平均コスト 2.6 の、穴掘りん穴スピスピデッキということでお送りさせていただきました。ご視聴あら